こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶陰の前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は青山人外の層明月常駐の心です。幽遠な山の姿は俗人を離れた清浄界である。明月は座禅中の無心に通じるという意味です。自然の佇まいを人外と見て、下界の人間社会を人中と見るのは中国道教神仙思想であるが、大乗仏教にあってはそこから再び人中に帰って境界するのを本来とします。それでは今から青山人外の層明月常駐の心を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。